はい、こんにちは。投資家で医学修士のタクです。今日はね、ちょっと婚活の話をしたいなと思ったんですけど、まあ、さっきまでね、シャインマスカットを食べて、野菜のね、話をして、で、チューハイを飲んで、チューハイの話をして、ちょっとね、話がね、こっから真面目な話かよ、みたいなね、ところはあるんですけど、婚活のね、話をしていきたいと思います。いや、シャインマスカットマジでうまかったね。うん、最高にうまい。もうね、フルーツというよりかは、もうなんだろうな、こう、フルーツというよりかは、なんかこう、なんだろうな、デザートみたいなね、もうなんかこう、商品化されてるすごいものみたいな感じですね。うん、うまかった。で、今日はね、婚活の話をちょっとやりたいんですが、今ね、婚活がね、まあ、遅延してる状態の方が非常に多いと思います。で、これはね、まあ、仕方ないと思いますね。うん。仕方ないっていうのは、今のね、社会情勢があって、そのね、社会情勢で、まあ、コロ吉君の問題ですね。これでね、婚活が遅延してます。まあ、それについてね、話していきます。で、ツイッターここに載せてますので、ぜひね、ツイッター、僕が何発言してるか興味ある方はね、こちら見ていただければと思います。で、ツイッターは、t アンダーバー、ラージ t で、AKQ です。アンダーバーがね、ここにあります。はい。ということで、今日の婚活の話をやっていきます。で、まあ、婚活ね、今本当にね、遅れてる方多いんですよ。うん、これ非常にわかる。うん、僕もね、3月末とかにも必死だったから。うん、必死っていうのは、コロ吉君の問題があってさ、みんな会いたがらないじゃん。まず相手の親もそうだし、あと、時間調整して、どっかで会うって言っても、どこもお店やってないと。どこもお店やってないのにさ、会うとか不可動じゃん。うん。だからそういう意味でね、しかも相手に渡す何か買うのも、お店がいろいろ空いてなかったりさ、したからさ 結構大変だったよ。何渡したらいいんだろうとか思いながらさ、空いてるとこってスーパーぐらいしか空いてないじゃんとか思いながらさ、まあ結構大変でしたね。うん。で、まあ今ね、遅延してる人が非常に多くて、まあ困ってると思います。まあ困るよね、やっぱり。うん、この社会情勢っていうのは本当戦後最大級なんで、戦後最大級の本当にことなんで、だからもうね、大変だと思います。うん、リーマンショックの時、学生だった僕としては、もちろんね、リーマンショックっていうのはもう、この1990年代からのショック、ショック、ショックってきて、最後のとどめのショックですけど、そのとどめのショックの時も大変だったけど、もう今も大変です。もうね、僕の人生大変なね、景気が良かったっていうことがね、ないから、なんかね、すごいね、うん、気持ちはわかるなと思いますね。うん。で、まあ今ね、本当に大変で、どうやって乗り越えるかっていうところをね、考えてもらった方がいいです。よくね、オンライン婚活とかやってる人たちいるじゃないですか。オンライン婚活うまくいかないですよ。うん、だって、オンラインで婚活っていうか、オンラインの、会話じゃん。建前上は婚活だけど、オンラインで会話して、そこからじゃあ会いますかってならないでしょ。どう考えても。うん。なんない。理由は簡単。女性が男性を、より好みするから。まあ、より好みするっていうのは、例えばで、あの、電話じゃないわ、ズームとかさ、いろんなんで、まあ、スカイプでもいいし、なんかで、こう、オンライン婚活やった時にね、女性はまず男性の見た目を見るんだよ。で、見た目を見て、まあ、この顔だったらいけるかとか、この身長だったらいけるかっていうのを判断すると。で、そこで、自分好みでないと、全員落とされるわけだから、なかなかね、これ精通しませんね。うん。実際リアルを言うと、精通しません。だから、そんなのにお金費やしても、時間も無駄だし、お金も、まあ、ぶっちゃけ言うと無駄です。だから、
オンライン婚活よりできれば会って話せる婚活の方がどちらかというと僕はいいと思います。だってオンラインで話してもさ、そこからじゃあなんか LINE 交換とかしてさ、そこから会えるかどうかって言ったら、さらにね、難易度はどんどん高くなっていくんですよ。媒体を挟めば挟むほど難易度は高くなってきます。つまりさ、例えば、まあ、Zoom で話し合って LINE 交換して、LINE 交換した後、どうしようかなってなって、それで終わるというパターンが多いと思います。なんで、まあ、リアル的に言うと、まあ、きついかなというふうに私はまあ思いますので、まあ、皆さんにはまあ勧めないですね、オンライン婚活は。じゃあ、どうしたらいいのかというと、どうしようもありません。まあ、こういうのって本当ね、どうしようもないんですよ。本当に、その時の時代背景があるからさ、どうしようもない、本当に。時代背景があるんで、その時の時代背景に僕たちは勝てるほど、人って強くないわけで、だからね、結局コロ吉君にね、翻弄されて、コロ吉君に翻弄されるんでもあるし、多くの方がね、トイレットペーパー買い占めたりとかあったじゃん、昔。昔じゃないわ、最近まであったじゃん、マスク買い占めたりさ。ああいうことが、まあ、起きるんですよ、多くの人がね、トイレットペーパー買い占めたりするから。まあ、そんなの、本当オイルショック以来っていうか、僕、知らないかった、初めて見たからね、人生で。オイルショック以来じゃないの？って思うぐらいトイレットペーパーがなかったよね。マスクもなかったし。まあ、そういう意味でね、非常にもうね、社会がめちゃくちゃなね、状態で、まあ、婚活するっていうのはね、非常に、まあ、大変だと思います。大変だよね。大変です。だから、今をね、どうやって生きるか、生き残るかっていうことをね、考えつつ、まあ、本当にね、婚活したい人は他の方法とかも試しながらやってもいいと思うけど、僕はね、オンライン婚活に関しては否定的な立場です。そこからうまくいかないでしょ、どう考えても。うまくいった人とかいる？いないでしょ。うまくいったら多分みんなね、うまくいったぜとか言ってやるけど、いないってこと、やってないってこといないんですよ。ほとんどいない。ほとんどってかいないんですよ、絶対。それはよほどね、高身長でイケメンで金持ちで、よほどステータスが良かったらあり得るかもしれないけど、なかなかないでしょ。だから、まあ、リアルな現実をね、話して、次に生かしていただければと思います。ということで、今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。